初詣行った？やばい、顔がむくみすぎている。おはようございます。今日から仕事をします。今日から仕事をちゃんとするいや、ちゃんとするっていうか、ちゃんとするっていうか、まあ、もう始まってはいるけど、なんかフィジカル仕事みたいな。フィジカル仕事は今日から。マジで昨日ちょっとお菓子を食べ過ぎて夜、あのマイクってさ、ポップコーンあるじゃん、なんかあれのバター醤油みたいなやつが美味しすぎてめっちゃいっぱい食べちゃったのじゃーん。やばい、はず、結構はずいよこれ。大丈夫なの？こんな大丈夫？特に北日本と東日本でさらに北風も今日加わるということで、最近マジ運動づいてて、寒いんでしょ、あっちのヒーターでは。一人で写真撮りますよ。みんな撮ったよ。本当に。すごい。スライスで撮ろう。めちゃめちゃ好きです。が好きなやつ。せーの。ああ、やっぱそれだと思った。これもめちゃめちゃ好き。これもあった。でもあったのやつめちゃめちゃ好き。ありがとうございます。このページめちゃめちゃ。グリーン車の指定席は10号車にあります。車掌室はマナーモードに切り替えるなど。名古屋です。何をしてるかというと、ちょっと小腹が空いちゃって、あとご飯食べるまでに3時間ぐらいあるのね。ちょっと無理すぎるのでサラダを食べている。私ゆで卵の黄身食べれないんだよね。あと目玉焼きの黄身もあんまり好きじゃない。なんかな、生の状態の黄身しか食べれないかも。あとウニも食べれない。寒いな。寒いけど、なんかこんな近さで直当たりで暖房をやったら結構やばそうだよね。上に向ければいいか。で、さっきなんかおすすめの名古屋、おすすめあんこ界隈、ほんとに暖房なってる、あんこ界隈おすすめを聞いたわけ。したらなんか部長コーヒーさん、そこ明日行こうと思ってて、もともと朝でもなんか並ぶって書いてあって、並ぶとなるとちょっと分かんないかもみたいな。めちゃめちゃあるんだよね名古屋めちゃめちゃあるよ。はい、そんな感じです。で、今回は先輩に呼んでいただいて名古屋に来ております。カメラ変、もしかして。ありがとうございます。明日からパープルシングスとスリフトウェアのコラボが発売になります。ということで名古屋にお邪魔してます。ヤッホー。
やほやほ。今から太一の展示卒展を、卒業制作かを見に東京芸大までやってまいりました。なんかたい焼き屋さんがあったからさ、お土産にたい焼きを買おうと思う。いらっしゃいませ。こんにちは。そろそろ三脚を買いたい。ああ、月曜日です。スーパーで買ったものみたい。じゃあどうでもいいと思うけど。どうでもいいし、なんかそんなにたくさん買ってない。あ、でもこれめっちゃ美味しいんだよ。なんかそう、マスカルポーネのようなナチュラル豆腐なのね。その名の通り。蜂蜜とかかけて食べる。あと納豆でしょ。あとヨーグルトと、マグロ切り落としと、牛赤身。今日夜食べようと思って。です。ちょっとの量で、今ちょっとこういった紫外線が当たる場所とかにだけポイントで乗せるとかでも十分だと思います。赤みとかが出やすい場所だけ少しかかってるような感じで対応していただくといいかな。本当に素肌美人に見られますよね。まあ、塗ってる感が全くないです。ない。撮影のため2時起き。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日はマーモットキャピタルの2024秋冬の撮影をしに来ています。今9時19分でもうすぐ終わる。酔っ払った完全にね。言うとうまい。すげえ、なんかすげえ人気っぽいやん。ありがとうございました。ありがとうございます。何くらいの感じだよね。やば、顔白すぎ。